はい、今回はですね神奈川県の藤沢市にやってきました、はい、今ちょうどライブを終えてですね焼肉行こうかなということでアンアンにやってきましたロイド初アンアンですね。あ、そうだ、行きます。七輪焼肉アンアン、よいしょ。時間も時間なんで、はい、食べ放題は今日はやめときましょう。そうだね一番最初に目に入ってきたから和牛カルビ行きました。おお、いいね。チカルビ、はいはい、もう行ってみました。うん、ここの網って使い捨てなんだって。え、そうなんだ。うん、そう、本当そうなんだ。だから網を変えると54円かかるとかって書いてあって、カオチカルビと、うん、カルビ、和牛カルビ、すごい油。マコ、大ライス。それすごくない？これすごい。ね。過去最高ぐらいにこれすごいよ、この盛り。この2つの大盛り合わせた感想は、うん、ね、これ顔のどっちが大きい？いや、もちろん顔の方が。あ、本当。はい。乾杯。これすごい、めっちゃうまそうやな。炭火って一気に来るね。来るね。おお、燃えているよ。これね、結構いい感じ。うまそう。すごい。巻かれています。そしたら食べましょう。見て。すごくないこれ。油とさ、うん、ご飯合うもんな。めっちゃ合うよ。ジロー思い出すね、崩すなない、多分。あ、確かにジロー系やな、これ、うん、夢のような健康盛り。こっちから見たらもう新品っぽいでしょ。この金属箸、ちょっと俺苦手。苦手やろ。めっちゃ、あ、分かる分かる分かる、見てて分かる。いや、気づかせないようにするよ。うん、まこれすんでる。幸せやな。うん、いただきますよ。うん、結構下味がしっかりついてるから、なんかタレつけなくてもいいかもね。あ、そう、タレつけなくても、うん、これだけ。焼いたってすごかったね。すごい、うまい。うん、コリコリする、コリコリカリカリ。食べました。柔らかい。柔らかいね。めっちゃ柔らかい。はや、はや、これさ、うん、何、あんまり歯を必要とせへん。本当に俺でも食えるんで。あ、今のは必要とするけど。やるかい。旬ってこう溶けていくのかね。メムシートは硬くてもいけるから。あ、そっか、噛む力があるから。あ、早っ。じゃあ、はい、はい、飲みすぎだ。あのね、
すぎ、2人とも食べすぎ今、肉の思い出で食べてるからこれうまかったよね、うん、いや、まだ食べてる最中ですまだ今からなんかムロシード結構肉多めに襲ってくれてさ、うん、俺少なくていいのに米食べるプロだから俺少ない肉で食べれるから俺そっか米食べるプロとかあるのかマジでうまいうまいよねこれ、うんうんうん、ご飯を小ぶたないで食べるのが大変なぐらいです、うん、すごいんだもんこの盛りだもん、うん、うまい、うんマコが食べてるの見ると、うん、なんか食べたくなるよね、うん、あまりにすごい勢いだからご飯の勢いすごいよすごいラーメンライスって名前にした方がいいんじゃん芸名だからラーメンライスすごいよね、うん、好きなものが集まってるからさ、うん、ラーメンライスは本当にうまいと思うもうラーメンライスって聞いたらご飯進んだもんなんかしないレモンでえ和牛カルビをレモンタレついてんのにまあまあまあいいけどなんか考えがあるんだろうあやちゃんにもさっぱりいただいてみたらどうなるかしらおいしいねマジでやっぱりさ、うわ、あの脂身の方に肉って、うん、酒を飲ますよ。わかる。しかもハイボールは合うよね。俺なんか全然飲む気ないのに。マジ。マジか。本当。早いと思ってる。早かった。でも一口でいいじゃん。それ、うん、マジで。これね、中落ちカルビです。気が出へんと思った結構こんな焦げてたすごいねびっくりしたねこれこれ要注意です、うん、静かに焼かれてたね中落ちカルビやばいやばいつかまないつかまないつかまないよあなんか油がコリコリこれうんこのくらいね、脂身たっぷりの方がご飯とか美味しいですね、うん、ご飯進む、うん、進んでるね、うん、うっす完璧なセットこれじゃあ私このさっき頼んだ32このなんていうのこういうのつけてしたいと思います。巻いて。うん。これすごくおすすめ。山中ね、巻くの大きさもちょうどいいね。あれ？巻いた。噛み応え。あるよね。だけでしっかりじっくり味わってるね肉と酒肉と酒めっちゃ似合う確かにすっごいマスター32は巻かないてか早くない早い えそれ何杯目まだ2杯目まだ2杯目か行こうか行こうか巻くはやっぱり大事だな、うん、ちょっとの肉でいかにこの大量のご飯をうんねよく焼けてるときはよく焼けてるときで、うん、ちょっとあの焦げ風味っていうんですかがまたうまい結構好きなのそれもうん2人ほどお酒は飲まないから自分はねご飯でお供しますマコも結構飲むよね結構飲むけどね、うん、ビールをビール5、6杯は余裕で飲むかなりの量ですよそんなに乾杯
マスター。これぐらい油が濃いとさ、うん、ご飯あった方がうまいよね。あ、ヤマシートはでもね、やっぱりご飯なんだ。俺らはまた気をつけないとダメよ。そろそろなんか太るからじゃなくて、もう太ってるからね。そうそう、俺もそうだよ。実はもうあと3人前食べました。おお、さすがである。もう笑うしかないよマジで。やっぱり肉うまいよ。来た、一気に来た、今一気に来た。マジで何かしとこれ、やばいやばいやばい、箱がなかったから、やばい。おお、ちょっとやばい、キノコが飛びます。あ、いい感じ、うん、今これ焼き上がりたて、焼きたて。毎回よし、これ。うん。やっぱりこの谷間からいくね、こうやって。うん。本当だ。トップは残して。これポリシーですから。そうだね。うん。私絶対ここ行くよ。うん、行くよね。ここ行くよ。お、自分でも絶対行こうと。うん、この出っ張ってるとこ気になるもんな。うん。行かない。嘘。なんかあったら、なんか、ちょっと男の意地だよ。なんか棒倒しみたい。なんかそこさ、張り合うとこじゃないよ、まこ。確かにね。じゃあ、あやちゃん強いんだから、戦ったら。そうそう、あやちゃん、極力空手やってるから、ね。あ、パンツはやばいかな。うまい。だって、あんだけあったご飯がこんなだよ。器用に残すね、してなんかびっくりするぐらい。ご飯に対してはちょっと一過言あるよ。何倍かね、これはね、多分何倍、3、4倍、3、4倍分ぐらいかな。やっぱりあれ、もうでも変わらへんからすごいよね、実は。うん、巻いて、野菜、うん、結構このね、味噌、辛味噌っていうのかな、サンチュについてたやつ、意外と甘辛で美味しいよ。うん、いいサイズです。なんかあやちゃんは、うん、極真、極真慣れてやってるやんか、うん、すっげー焼肉食ってたよって。マジで、まあ、やっぱり皆さん焼き肉ったらもうまだあちゃん怖い、もうしゃべりながらこうやってやんのもう違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 う。でも本当にさ、あやちゃん大会とか出てるぐらいから、だってビビるよね、その何その列挙聞いたら、まあ、北関東大会で準優勝とかしてるぐらいからな。まあ自分はせいぜいご飯の北関東大会優勝ぐらいですからね。いや、まあね、結構すごいと思うよ。量食べる人もっといるからね。好きさは負けない、好きさはチャンピオン多分勝ちだから。いや、なんかチャンピオンが強い。まあ、次にトップをトップを出します。和牛カルビ行きました。また3人前、3人前焼いていきましょう。はい、炭火の良さっていうものもあるよね。私、あのロースターってあるでしょ、うん、あれも好きなんだよね。あ、自分はどっちですか、あっちの方が好き。焼肉屋のさ、炭火ロースターってまず焼けてみたね。うんうん、どうか、もう豪快に焼けてる。もう一杯行く、うん、行こうか、行こう、乾杯。びっぷり変わらへんね、あやちゃんな。もう終盤戦に近づいたよ。よくぞこんな米が食べられるものが。あ、こんな米っていっぱいになるわ。なるよ、なるよ、待って、これ、これ、見てた、見てたよ、見てた。ね、今の質問どう。もうなんか、これでなんなかったら怖いわ。まあ、ラスト、最後は流れ落ちさがね、お財布の光が流れてるのが惜しい。完食。
し、油がね、ちょっと辛味噌をつけて食べます。この辛味噌っていうのをつけるとちょうどピリ辛で、で甘辛でもあるし、ね、完食完食できました。できました。お疲れ様でした。実際のとこ初めてぐらいあんあんに来たんですけど、うんうん、なんか今日はね、うん、和牛カルビだけを攻めました。ほども、ああそうですね、和牛カルビうまかった。マコ、うん、は大盛りライス2つ、ご飯を攻めましたよ、うん、でやっぱね、あの大量のご飯にもそのカルビのジューシーな脂がね、すっごいマッチング最高でした。2人のハイボールうまそうだったな。2人とも5杯ずつ飲んだ。そう、うん、5杯ずつ飲みました。はい、うん、やっぱりね、焼肉とお酒っていうのは、うん、本当に幸せになりますね。合うね、うん、最高でした。最高、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。